大場由紀です、ナショナルデモンストレーター初認定です。皆様に、スキーの楽しさ伝えられるように一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。北海道スキー連盟の谷藤遥です。スキーの楽しさをしっかり伝えられるようなナショナルデモンストレーターになりたいと思います。よろしくお願いします。北海道スキー連盟の日比野翔です。ナショナルデモンストレーターとして精一杯頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。東京都スキー連盟の新井優佐です。ナショナルデモンストレーターとしてたくさんのスキーヤーと、楽しく滑れるように、そしてスキーの魅力、楽しさ、関わり、そんなことをつなげられるような、デモンストレーターとして活躍できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。長野県スキー連盟の砂原由衣です。2期目の認定となりました。皆さんにスキーの楽しさを伝えていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。新潟県スキー連盟の青木美和です。3期目のデモ認定をいただきました。スキーの技術、スキーの楽しさを皆さんに伝えていきたいと思います。よろしくお願いします。新潟県スキー連盟の栗山美久です。これからも、皆さんにスキーの楽しさを伝えられるように、日本国内で受けてなく、海外の方にも楽しんでもらえるようなスキーをしていきたいと思ってます。よろしくお願いします。富山県スキー連盟の井田由美です。ナショナルデモンストレーター初認定いただきました。スキーの楽しさを伝えれるように頑張ります。よろしくお願いします。北海道スキー連盟の大場翔造です。2人気目の認定となります。ナショナルデモに求められているしっかりできるように頑張っていきます。よろしくお願いします。北海道スキー連盟の片岡孝也です。デモ初認定となりました。皆様にスキーの楽しさを伝えていけるように日々精進していきます。よろしくお願いします。北海道の菅直樹です。今回2期目になります。スキー界を盛り上げられるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。北海道ナショナルデモンストレーター武田龍です。今回で2期目になります。もともと世界のスキーヤーと一緒に滑っていい時間を過ごしていければと思います。よろしくお願いします。北海道スキー連盟の桃津淳平です。ナショナルデモンストレーター6期目になります。今後もスキー業界発展に、少しでも力になれるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
県スキー連盟の尾崎隼人です。今回初認定となりました。これからスキーの楽しさを多くの人に伝えられればなと思います。よろしくお願いします。秋田県スキー連盟の鈴木博之です。これからスキーの楽しさを伝えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。山梨県スキー連盟の石田俊介です。ナショナルデモンストレーターとして責任感ある行動を持って頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。県スキー連盟の小倉優です。皆さんの目標となれるデモンストレーターを目指して頑張ります。よろしくお願いします。長野県スキー連盟所属の徳武剛です。今回で7期目の認定をいただきました。スキー界を盛り上げていけるように頑張りますので、よろしくお願いします。長野県の丸山隆夫です。今年もナショナルデモンストレーターに認定をさせていただきました。世界中のスキーヤーにスキーの魅力をお伝えできるようなスキーヤーを目指していきたいと思いますので、よろしくお願いします。丸山純也です。これからはスキーの楽しさをいろんな人に伝えていけたらなと思います。よろしくお願いします。新潟県スキー連盟岡田誠です。今回で7期目の認定をいただきました。これからも楽しく一生懸命スキーを伝えていけたらいいかなと思っています。よろしくお願いします。新潟県スキー連盟の栗山博樹です。ジュニア世代からシニア世代まで、スキーの楽しさを伝えられるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。新潟県スキー連盟の本田圭介です。今回2期目ということで、またスキー界に貢献できるように頑張ります。富山県スキー連盟の足立育郎です。体でしっかりスキーの楽しさを表現できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。富山県スキー連盟所属の高瀬真一です。一期ナショデモは飽きましたが、また今回受けて、返り咲きという形になりましたが、また新しい形で、デモとして活動していきたいと思います。よろしくお願いします。富山県の水木修太です。初認定です。皆さんにスキーの楽しさを伝えれるように活動していきたいと思います。よろしくお願いします。岐阜県の西水勝友です。ナショナルデモンストレーターになりました。2年任期を
全うしたいと思います。よろしくお願いします。滋賀県スキー連盟ナショナルデモンストレーターの金子雄大です。滑りは当然ながら言葉や姿でもスキー場で楽しさなどを伝えられるようなデモンストレーターになりたいと思います。よろしくお願いします。